レラ島の地図、東半分が低地であることがわかる。レライ遺跡の地図レライ遺跡は、ミクロネシア連邦に残る都市の遺構とそれを取り囲む、戦士時代、歴史時代の高校遺跡で、コスライ島に付随するレラ島に残っている。中上の玄武岩を組み上げた建造物群が残り、同様の構造物を多く含むナンマトルと共に、ミクロネシア連邦を代表する巨石記念物である。 残っているのは14、15世紀頃に最盛期を迎えた文明のもので、19世紀初頭にヨーロッパ人たちが接触した時にまだ顕著であった要素を含んでいる。日本語ではレラのほか、レル、レレ、レロ、ロロ、ロロルルなど様々な表記揺れがある。レラ島は東部の平地と西部の山地に2分でき、レライ石は前者の平地のほとんどを占める。 遺跡の面積は27ヘクタールである。デラの支配者たちは、コスライトを段階的に征服し、ついには島を統一した。デラの首都から支配者たちは島を統治したが、その生態について、考古学者たちからは、トンガ大主張国やハワイ王国の生態に似たもので、あったとみなされている。デラ王朝による建設の開始は二百五十年頃で、最盛期は千四百年とも、 1500年から1700年、五郎とも言われている。建設に携わった王朝の末裔と思われる主張は、19世紀まで、ラ遺石に住んでいたらしい。都市自体は、ンゴと玄武岩のブロックで築かれており、住居、応募、宗教施設などを含んでいる。中上の玄武岩は、南マトルと同じように、中上設備を利用しており、コスライ島から切り出したと考えられている。 住居は、王とその一族、高級、下級貴族、庶民に分類される。その住居の建材は、広さで示される社会的身分によって異なった。すなわち、中心部には、王と高級貴族の住居が玄武岩の高い壁に隠れており、西側には、下級貴族の控えめな産後の住居が、残りの場所には、庶民の簡素な小屋がある。墓には、 ザルーと呼ばれる偽の墓もある。これは、レラの人々が王の遺体を食おうとする悪霊の存在を信じていたことによるらしい。すなわち、本物の遺体がどこに埋葬されているのか、わからないように、植物で作ったダミーの遺体を埋めた墓を作ったのだという。建造物群の中で最大のものは、キンジェルフェラトである。その規模は、縦十八メートル、横十三メートル、 壁の高さは四隅で異なるが7.5メートルから9メートルであり、何マトルで最大規模のンタワス遺跡にも匹敵する。何マトルは海上の人工東軍に築かれ、水木とも位置づけられる遺跡だが、デライ遺跡の場合は低地に築かれている。しかし、デライ遺跡の中にも水路が引かれていた形跡があり、半水場などとも位置づけられる。伝承上、デライ遺跡は、 ナンマトルに先行していたとされるが、考古学的には怪奇的な見方もされており、詳しい関係性などは未解明である。コスライトをヨーロッパ人が発見したのは1804年のことだった。1824年には、レライ跡で800人ほどが暮らしていることをフランス人ダービルが報告している。定住人口の報告は1827年に、 デュペリーという人物もしている。ヨーロッパ人たちが接触した時には、コスライトの人口は6000人いたと見積もられたが、1870年には200人にまで激減した。レライ遺跡もヨーロッパ人が接触し始めた時には人が住んでいたが、その後、数十年のうちに放棄され、急速に荒廃した。地元民は、レライ遺跡に取り付いた悪霊が、 多くの住民を殺したためと説明したらしいが実際にはヨーロッパ人が持ち込んだ病気に対する免疫の無差が原因だったのではなかったかと推測されている最初の重要な調査は1896年の FW クリスチャンによるものが最初でそれによって世界的に知られるようになった1910年にはハンブルク民族博物館の調査隊による調査が 実施されたが、その間にもクリスチャンの報告と比べても後輩が進んでいたという。1929年には、長谷部賢人と八万一郎が調査し、多数の副葬品などを発見している。20世紀には、島で施設を増やしていく結果、遺跡の建材には別の目的に転用されてしまったものがあった。しかし、出ラ石は1983年に、 アメリカ合衆国国家歴史登録財となった。ナンマトルは2016年にユネスコの世界遺産リストに登録されたが、レライ石の拡大登録が視野に入れられている。ありがとうございます。